はい、これサビ釣りに使うプラスチックのカゴです。いろんな種類のカゴがあるんですが、まあ、小中大っていう風にあります。どのカゴも下にこういう風に鉛がついています。でこの、鉛は、大体こういう風に書いてますので、サビキの浮きは、8号以上で浮きますとか、普通の浮きだと5号以上で浮きますっていうのは大体の目安っていうのが書かれています。でこれはどういうことかっていうと、サビキをつけてもっと遠くを釣りたいっていう時とかにこういう大きな浮きをつけます。この時の、選ぶ目安になっています。この小さいサイズだとサビキを抜き8号以上で浮きますって書いてるんで、8号以上になるんで8でも10でも12でも浮くっていうことですね。はい、で次にこの中サイズだとサビキ用の浮き、10号以上で浮きますってなってるんで、この10号ですね、この10号っていう浮きで浮きます。でこっちの大きいのは、これにはこれ満タンまで網を入れると結構な量になりますんで、割と遠くに一番これ鉛も重くなるんで、遠くを釣る時とかですね、こういう大きめの一番大きい浮きを使って遠くを釣るよ、ちょっとアジで言ってもこういうちっちゃなアジじゃなくて、こうちょっと大きめのアジを狙う時とかにこういうカゴを使われます。はい、いろんなカゴがあります。で、ここに、餌を入れる時にはこういう風にすくってもいいんですけど、手が汚れたりとかするんで、こういう巻き餌スプーンっていうのがあります。こういう便利なスプーンがあるんで、これで網エビをすくってこういう風に入れるっていうようなやり方をしてください。そしたら手が汚れないです。